イズダイビングスクールです。初めてインストラクターをかまさずに2人だけで潜るバディ潜水をした方が戻ってきました。初めての1本目のバディ潜水、どんなダイビングだったんでしょうか。これからいろいろ聞いてみたいと思います。楽しみです。海から上がってくることをエキジットと言いますが、今日は少し、うねりという波がですね強いんで、エキジットが少ししづらい状況にはなっていますけれども、お二人とも安全に、しっかりうまくエキジットしてきています。非常に素晴らしいスキルです。